はい、ということでですね、今回のサムネとタイトルにある通り、ちょっと皆さんに報告した方がいいなと思ってちょっと今動画を撮ってるんですけど、そんなに真剣な動画ではないんで、普通に気楽に聞いてほしいんですけど、僕病気にかかっちゃいました大丈夫大丈夫やと思う。タイトルにも書いてると思うんですけど、感染症胃腸炎っていうのはもう確かなんですよ。で、この感染症胃腸炎っていうのが2種類ありまして、で、1つ目が急性胃腸炎って言って、軽い腹痛や下痢などの症状のみで数日で自然に治ることもあれば、嘔吐、下痢を繰り返して脱水症状を起こす場合もあります。特に免疫力や体力が低い高齢者と子供は重症化しやすい傾向にあります。で、この急性胃腸炎の多くはウイルスや細菌に感染することによって引き起こされます。一般的には感染者と接触することや、ウイルス細菌の付着した食品や水が体に入ることで感染しますみたいな。だから生物とか食べる、ああちょっと柿に当たる感じと似たような。ただこれ数日で自然に治るって書いてる、1ヶ月ぐらい続いてるんですよえ、マジで？そうやばい、ずっとトイレに引きこもってたもん。ほんでもう一個が慢性胃腸炎。慢性胃腸炎の場合、長期的に腹痛や下痢、お腹の不快感などが見られますやって。原因はウイルスや細菌への感染である場合と、薬剤やストレスなどが原因の場合がありますやって。だから感染症胃腸炎っていうのは確定なんですよ、言われて、どっちかですよって言われたんで、おそらく慢性胃腸炎なんですよ、これだけやったらまたなんか薬飲んだら治る余地がある。怖いんがここからなんやけど、もう一個可能性があるらしくて、俺え胃腸炎の中で、はいはいはい、潰瘍性大腸炎っていう、もうなんかもう上位互換みたいな。この潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜に炎症が起こることにより下痢や腹痛、血便などの症状が現れる病気のことです。全部当てはまってんのよ腹痛でしょ、血便、もう血便がやばくてですね、これやったら人生初の胃カメラを入れないといけない状況になります。で、そこからどういう風になるかわからんけど、なんかその医者にはもうしばらく安静にしながら薬を生活してくださいみたいに言われてんけど、まあピークの時よりはまだマシになってんけど、全然血便出ますし、お腹痛いというのがたまにはある。一番の原因はまだ、じゃあ確かにはなんかこれ一つっていうのはないってこと？そう、直しようがなくない？今日は、せっかく妹おるから、ちょっと僕のこうどうやってこれから直していくかっていうのを、おはぎ買ったんで。おはぎおはぎ大好きな一応3年続くわ。おはぎこんなサムネある？それはかもな、それはかもな。こういう感じ違うね、ほんまに、でもマジでずっとお腹痛いって。そうほんまに普通の私生活で困るって言ったらそれぐらいで、それ以外はしっかりできてんねん。だから普通に変わらず今日も筋トレ行くし、だから筋トレ行く前に僕絶対プロテインとおはぎ食べてるんですよ。じゃあプロテイン作ってあげてあげるね。そんなこいつ撮影外でやったことないっすよこいつ毎日やってるやん。ほんまにこういうカメラ回った時だけちょっといい子ぶりやがって、ほんま言ってください。ちょっとごめんなさいね、夜に見てる人、おはぎってやばない？マジでこれ見て、おはぎよ、おはこれ5個か、これ2個入りもあるんだけど、5個入りはもうセナと一緒に食べたかったから。ええー、ありがとう。大途中やけど、じゃあ食べへんってこと？一緒に食べるで。じゃあ食べるんかい？しゃあないな。ありがとうございます、本当に。ずっとお腹痛いって、うん、そう、ほんまに俺人生であんまり病気にはかからないんですけど、昔から体弱かったけど、嘘、けどよく熱、ああ今日出してた、けどそのおかげでさ、熱40度あっても何も全然ピンピンできるし、マジで。多分知ってる人は知らんのか、TikTok サマーっていうメドレーを作った日って、あれ俺実は 39.5 度あったよ。でも俺ケツの中に座薬入れまして、朝の3時ぐらいに。ほんでその当日淡路島行って、もう終わった後マジで死んだから、
ね、もうそれでも絶対取らなあかんと思って気合でなんとかしたんですけど、今日最近はそんなじゃない、うん、最近はなんか僕その病気とか体弱い時は弱いんですけど、けどそれでもなんかもうそれなんでもええわみたいな、ね、それに勝る根性があんねん、謎に。いや皆さんマジ気をつけてくださいね、本当に。俺もちょっと2週間ぐらい放置してたんですよ、実は。病院って行きたくなくない？みんなこれあるあれやと思うよ。病院ってもう行きたないよな。初めてさ相談した時まさに、うん、ちょっとどうしようみたいな、もう血便しか出へんのよ、病院行った方がいいってまさに言ってんけど、うん、何されるんやろうって言ってまさに調べるんや。まあ基本的に大丈夫よ、ケツに胃カメラ入れられるんだケツに胃カメラ入れられるってうせやろお前みたいな。こうやって入れる、そうあるある。お前俺のケツお前ケツ童貞の俺にそんなん言われたらさもうびっくりするやん。ほんまにそれで1週間いけんかった、どうにもできんかったから、ほんまに薬もう初めてエコなんちゃら電子エコ、へえー、その妊婦さんみたいな。そう初めてお腹の中見られて、すごいなんか初体験じゃん。ぬるぬるした動物なんですよ、はいはいはい、ジェル。そうあれ初めてってことで、ちょっといただきます、まあ、この後筋トレ行くんで、ね、じゃあえおもんなおもんな珍しい。いいよ、いや一緒に食おうぜ。このおはぎってさやばない。あの達也は家がちょっと田舎やったやんか、でその隣の駅にめっちゃ美味しいおはぎ屋さんがあったんですよ。それを達也がいつもさっきっていう中になかったおはぎ屋さん。マジ達也いつもタルメで買ってたくない？なんかおはぎ、そう、うわけを買ってたイメージある。だからその隣の駅のおはぎ屋さんで食べてたイメージがあります。え、ちなみにやけど、やっぱおはぎの二大巨頭といえばきなことあんこや、はい、どっち派かよくわかる。せーのきなこ。分かってるよ、当たり前やん、絶対きなこ派ですので皆さんもコメントしてください、うん、もう絶対きなこ派が多いと思う。絶対きなこやんな、なんとつきなこ。え、じゃあ団子は？あー食べへんあんまり。えそう、みたらし団子とかってことやねん。そう、珍しい。食べへん絶対お団子やね。今の子はおはぎ食べてるイメージないって。だから空腹の時とかほんまにもう普通の生活と変わらへんのよ。そう、ただこうなんか脂っこいもん食べたりとか。うん、じゃあもう本当に胃がびっくりしてんねんな、いつ。そう、多分朝から EDM 聞いてるからじゃん。あかんかもな、こうやってもう胃がびっくりしてんねん。あ、でもさ腸よな、血便やったら、うん、胃じゃなくて。あ、そう、さっき言うの忘れてたわ、うん、俺大腸がじゃあ血に行く前はいはい、いいからね。そう、のとこが平均の人の8倍腫れててんて。えぇ、ー、こんなんやったらそれやばいか、やばいな、こんぐらい腫れてる、大体8倍みたいな。それ大丈夫なの？いや、だから怖かったよ、8倍に腫れるもん。それ以外はなんか胃とかはまだ大丈夫やったんです。なんこれが大腸じゃなくて胃とかあの肝臓とか膵臓、あ、膵臓が一番やばいらしい。膵臓がそれこそ感染し始めてやばいらしい。俺は今回大腸やったんで。怖い。そう、大丈夫、膵臓大丈夫悔しそうってくれた。ちょっとおもろい、ちょっとおもろい。今の皆さん切り取ってください。こいつ笑うのあんまりないんで。悔しい。基本ね、俺がどんだけうまくこうさ、あの陰踏んでもなんかみたいな感じするんですよ。絶対滑る空間つくのに。今日は疲れてるわ。いや疲れてないや、今の俺うまいよ普通に。大丈夫だる。これも皆さんTikTok 見てください。絶対バズるんで、はい、ちょっとだけおはぎいただきますって言おうとしたら、うん、おただきにチャンネル登録してね、チャンネル登録してね、この真ん中の丸いボタンをちゃんと1秒押すだけ。チャンネル登録ボタンを押して、今から押して、早く押して、あー明日もう押して